団体戦当日、白馬は激しい雪に見舞われました。日本、日本、日本、2人目は斉藤。さあ粘ってこい、粘ってこい、粘ってこい、粘ってきた。大乱舞を見せた斉藤。日本トップで迎えた3人目は原田。雪はますます激しくなり、風も追い風、ジャンプには不利な風に変わっていました。4年前とは違う原田がここにいます。さあ原田1回目、あーっと原田伸びません。またみんなにね、迷惑をかけるんではないかというふうに、飛び終わった時に実際思いましたね、はい。日本は1回目原田のジャンプが響いて4位。恵子さんがまたみんなに迷惑をかけないようにと言い残して会場を去りました。原田は1回目の失敗のショックで2回目を飛ぶ気持ちが整理できずにいました。悪天候のためセカンドラウンドの、ところがここで白馬の山が原田に味方します。雪が激しくなり競技は30分間中断しました。30分延期になったことがですね、だいぶ私にこう落ち着きを取り戻せてくれたのも事実ですから、天候が悪くて距離が伸びなかったけれども、天候が悪くて、気持ちを取り戻したと。競技再開。日本一番手は岡部。さあ低い飛行曲線でいった。伸ばしてきた、伸ばしてきた。大ジャンプだ岡部、大ジャンプだ。岡部の大ジャンプで日本息を吹き返します。日本再びトップに立って原田の2回目を迎えます。できるだけ、できるだけ遠くに飛ぼうと思ってただけです。風は向かい風です。いい風が吹いている。普通に飛びは行きますよ。 K 点以上の飛びはトップに出てくる。今度は高いが、大丈夫だ、高い、高くて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 いった。よっしゃ、大ジャンプだ原田。すごいジャンプを見せました原田。ここ一番で大ジャンプ見せました原田。また距離が出ない、もうビデオでは測れない、別の世界に飛んでいった原田。最終ジャンパーは船木。この時4年前の原田の気持ちが分かったといいます。いつも考えないその失敗のイメージがパッとよぎったりとかしてしまいましたね。さあどうだ船木、全てこの人にかかってきた。よし、きれいな足できた。伸ばしてくる、伸ばしてきた。大きく伸ばしてきました船木。125m、金メダルを獲得しました日本。苦い記憶、翻弄する風、原田は苦しみ抜いて栄光をつかみ取りました。メダルよりもですね、何か価値のあるものをいただけるようなオリンピックになるんではないかというふうに感じてましたから、はい、しばらくしてね、いろんなことがこうまとまって答えは出るんでしょうけども、本当に感動を
もらったというふうに思いますけどね。